誰が見たいだろう。いやもう全員見たいな。ヤンマガウェブって独特な服多め。そうなのかな。でもなんかヤンマガウェブって結構なんか毎回3人組とかで撮影するんですけど、なんかその3人組なんかチームが毎回違うくて、撮影チームがなんか私とリコチとアヤパンは一緒に撮影したんですけど、その人たちのカメラマンさんとか衣装さんとかのは私たちの時で、なんか次のメンバーはもうカメラマンさんとか衣装さんとかも全然違ったりとかで、そのなんかだから同じ日に撮影したけど、こう出る順番がポンポンポンってこう並んでなくて、あの一回違う撮影チームのメンバーをこう挟んで、だからちょっと順番が前後してるんだけど、でもなんか雰囲気がだから結構全然違うっていうか、そう。なんかね面白い。こんな感じなんだみたいな。 ありがとうございます。ハトさんありがとう、ご購入。高森さんもありがとうございます。皆さんの1冊じゃないですかね、これ2冊届きますからね。全然誰かに配ってもいいですからね。おきちゃんの次の目標は何ですか。次の目標は、まあ、よくなんかこうインタビューとかで言ってるのは、まあ、STU のセンターになりたいっていうことなんですけど、なんかそれ以外でなんか目標あるかなって考えてみるんですけど、なんかやりたいお仕事とかはめちゃくちゃいっぱいあるんだけど、目標でも声のお仕事とかやってみたいなって気持ちもありますね。そうなの。声優、まあ、ナレーション、うん、声はちょっとチャレンジしてみたいか。いいですね。ありがとう。だから、レッスン行きたいんだよね。やったことないから。目標、でも目標って言われると難しいな。必ず叶えたいものってなんだろう。やりたいことは超無限大にあるんですけど。かな。結構アニメとか漫画とか好きで、割とオタクなんですけど、なんか意外と知られることは、まあ、私のファンの方とかはねすごい知ってくださってるけど、意外とあのだからそんなすごいアピ、私アニオタなんですみたいなアピールとかあんましたことないから、ちなんかそうそんなガチのアニオタかって言われると多分そうでもないから、ちょっと中途半端っちゃ中途半端なんですけど、これのお仕事はチャレンジしてみたいなって思います。お、よしきさんありがとうございます。ご購入ありがとうございます。あとは何だろう目標。なんか強制してるんですけど、もう結構長いんですけど、私1ヶ月に1回行かないといけないんですけど、全然行けてなくて、毎回3ヶ月に1回とか2ヶ月に1回とかで、全然あのワイヤーをねつけてるんですけど、ワイヤーをねなんか締めなきゃいけないんですよ。締めて
動かすんですけど、締めに行けないので、ここからもう今6月なんで、あと半年はちゃんと月1で行ってスピードを早めたいなって思います。そうなんですよ、なかなか意外といけないっていうか、歯医者って予約取るの意外と大変。具体的な目標は今んとこそれかも。矯正を進める。これはプライベートでの目標ですね。かな、うん。あ、でもあと私事なんですけど、 YouTube が今日で 1年目なんですよ。で、チャンネル登録とか高評価とかしてくださってる皆さんありがとうございます。そう、実は1年前の今日始めた初投稿、チャンネル開設そうしまして、オキチャンネルが結構まあ1年に本当2ヶ月に1回とか、もう今は結構間が空いてるんですけど、これからも、まあ、マイペースなんですけども、自分なりにオフィシャル、なんか裏側オフショットムービーみたいなお届けできたらなって思います。そうなんですよ、結構ボツになった動画が結構多くて、あんまり投稿できてないんですけど、最近はまたね、投稿はこれからもやっていく予定なので。カメラ壊れた、そうカメラがちょっとね調子悪くなっちゃったんで、新しいカメラ買おうかな。まあ、でも iPhone でも結構綺麗に撮れるから、 iPhone でも撮っていこうかな。というね、実は1周年、もうちょっとしたら登録者数が1万人いくんですよ。そうなので、投稿して1万人にしたいですね。すごい、ジンジンさんご購入ありがとうございます。写真集、スパチャオンの配信してない。配信ね、なんかこう自分でパッとできる環境じゃなくて、私アカウントに普段はログインできない状態になってて、 YouTube は私が動画とか送ったりとかして、それをスタッフさんがログインして投稿してくださってるから、本当はもっとこうコメント返しとかいいねとかしたいんですけど、あとなんかね YouTube ライブとかもやりたいんやけど、ちょっとね、まあそれはできないので、動画をねせっせと作っていきたいと思います。でもありがたい、本当に YouTube コメント見てるの、見てます、見てます。めっちゃ見てますよ。今編集中の動画もあるの、とりあえず写真集の動画は上げたいなと思って編集してます。あとこれは私の YouTube チャンネルじゃないんですけど、原稿者さんの CM Now の YouTube アカウントで遊泳禁止のオフショットムービーが上がってるので、ぜひ見てみてください。公式 Twitter から飛べると思います。結構すごいね、7分ぐらいあったりとか長編なんですけど、ぜひ見てみてください。メイキングめっちゃ良かった、嬉しい。
最初ね、私物多のイベントだけで公開してたんですけど、そう、ぜひぜひ。なんだろうな、なんか結構話してないこといろいろあるんですよね。あとはね、あ、スイパラと STU がコラボが決まったんですよ。楽しみ。考えましたよ、メニュー。なんか前もね、コラボカフェでコンプラジュースみたいな、うん、やったんですけど、まあ、今回もね考えましたので、ぜひぜひお楽しみに。スイパラだと公園前行きやすい。そうだね、広島とかだったら本当パルコにあるから、よくライブしてるクアトロもパルコにあるんで、めっちゃ行きやすいと思うし、私マジでその広島のスイパラ本当に一人で行くんですよ。なんか一回メンバーに惹かれたことがあるんだけど、一人スイパラマジでね、チートデーっていう、なんか自分の中で何でも食べてもいい日みたいな日があるんですよ。でそういう時はなんかスイパラってご飯系も甘い系も全部揃ってるので、もう元を取るつもりで行って、意外と平日とかだったら全然空いてたりとかするから、うん、女子ならなんかすごいさ、その私が一人でスイパラ行ってますって言ったら、なんか女子だから行けるんだよみたいなコメント言われたんだけど、私がそのスイパラに一人で行こうって思ったきっかけが、なんか男の人がなんかスイパラで大食いチャレンジみたいな一人でしてる動画がきっかけなんですよ。でそれを見てめっちゃ美味しそうと思って行ったから、男の人でも全然いけると思います。しかもなんかよくコラボしてるから、アニメとかなんかそのアニメのファンなのかなみたいな思われるなんか全然知らないアニメになんかキャラたちに囲まれながら食べたりとかしてる時もあります。全然行きやすいと思う。広島はめっちゃ入りやすいと思います、一人でも。私は本当によく一人で行って一人で食べてます。バイキング形式、そうです。結構一口サイズのケーキとかもいっぱいあったりとかする。本当に美味しい。もう一回 STU のコラボが始まる前に一人で一回行ってこようかなって思ってるおパンチウサギに囲まれてしまえ、どういう言葉。かわいいじゃん、おパンチュ、おパンチュパポパン、どういうなんか喧嘩言葉みたいな是非是非、まあね、まだまだですけど、まあ、どんなメニューがあるのか楽しみにしていてください。予約してある、あーね、そうアプリで予約できる。マジでね、鬼滅の刃の時とか全然予約取れなかったんですよ。だからね、予約していくのは賢明な判断だと思います。どうしたって消せない夢も。この間なんか舞ちゃんが全然鬼滅1話切りなんですよ、あの人。だから全然知識がなくて、この間
なんか鬼滅のキャラの名前をちゃんと読めるかみたいなクイズをしたんですけど、なんか鬼滅の刃のキャラってめっちゃこう初見で見たら名前がめっちゃ難しいってことに気づきました。あきおさん、ご購入ありがとうございます。マッチさんもありがとうございます。写真集、飛行機が飛びました。いやめっちゃ難しい。なんかマイキューは1話で鬼滅を見るのをやめてるから、知ってる名前がかまど炭治郎とかまど禰豆子と富岡義勇しか知らない全然知らない。でも鬼滅ってあれってこう柱が出るとこまで見てからこそな気がするから、見てほしいけども。キポ人の名前覚えられるんか。鬼滅はなんか昔は見てたんだけど、最近あんまそのアニメちょっと見てるぐらいで、だからそのまいちゃんにクイズ出すために自分がまず最初に鬼滅キャラ名前って調べたら、こう振り仮名なしで漢字だけの名前でいっぱい出てきた時に、あれこれこのキャラなんて読むんだっけみたいなキャラが結構いっぱいいた。柱とかもなんかあの伊之助の名字とかなんだっけみたいなめっちゃある。ボリリンさん、写真集購入ありがとうございます。ボリリンさん、そう伊之助、はしびら伊之助、あがつま善逸、なんか普段名前で呼ぶやつが多いからキャラが難しい。胡蝶しのぶ、まあでも確かに知らない人からしたらそうだよね。私だってワンピース全然見たことないから、ずっとシャンクスは個人だと思ってたもん、割と最近までここ1年ぐらい。シャンクスが生きてるって知ったの割と本当にここ1年。だから知らない人からしたらそうだよね。鬼滅リアタイ中いいね。特定の難しい漢字読めるのはオタクあるある。確かになんか難読漢字とか読めちゃいますよね。例えばでもなんだろう、難しいな。でもなんかこうアニメとか漫画とかのオタクをしているがゆえに、なんか余計な知識みたいなめっちゃなんか培っちゃいませんか。なんかあるあるだと思うのは、なんかこう追い詰められた時にこう敵とかにね、武器がないみたいな、武器がないどうするみたいな、小麦粉があるみたいな瞬間になったら粉塵爆発、なんかよく出てくるじゃないですか、粉塵爆発とか、ああいうなんか知識みたいなのがなんかね培われていく。粉でね爆発させるあれね多分オタクあるあるな気がする。独特、嘘、結構でもこれはねオタクあるあるだと
やばい、なんかグレンのグレンゲが、グレンの花よ、今鬼滅してるね。なんかサーヤンが鬼滅好きで、サーヤンからなんかたまになんか鬼滅の刃のなんかネタイラストみたいながなんかなんかたまに送られてくるんですよ。それだけ、なんか何の文字もなく、そのちょっとネタっぽいイラストだけ送られてきて、それにどう対応したいのかすごい迷います。なんて返すのが正解なのか。確かに鬼滅の刃の話はよくするけどこれは一体みたいな、謎い。なんかね、それだけ LINE 来るんですよ。なんだろうみたいな。むしろその奥に隠されたメッセージがあるのかなって一回考えるんだけど、多分このメッセージ何もないな、多分見せたいだけだな、このネタイラストみたいな時はあります。深読みしてしまいそうになるんだけど、深読みしないときます。おきちゃんの写真集きっかけですっていうの興味持ったので、メンバーさんの名前の読み方まだ把握してないの、泣く。まあ泣かなくてもいいんじゃないのかい。でもなんか最近になればなるほどこう子供の名前ってちょっと難しいですよね。そのキラキラまではいかなくてもそう読むんだみたいな名前結構多い。 ST はでも名前がキラキラなメンバーってそんないない気がする。なるさん、写真集ご購入ありがとうございます。ありがとう。私はあのゆかじゃなくてゆうかです。俺ね、ローマ字のアルファベットもゆかになってるからすごい勘違いされやすいんだけど、おきゆかじゃなくておきゆうかです。名字個性的な人多いですよね。なんか YouTube に STU のなんか珍しい名字ランキングみたいな、なんかこうシャイニングスターみたいな感じであの流れてく、シャイニングスターは使ってないか、なんかこう横に流れてく系 のよくある動画あるじゃないですか。あれになんか珍しい名字みたいなあって、確かにいっぱいいるなって思った。なんか意外と私峰吉とかも聞いたことなかった、そのアリちゃんさんの名字で知るまで。結構珍しいですよね。もうモロクズはもう一番珍しいとしても結構多いっていうか、そう兵道、確かに葵さん富士じゃない頭の方も珍しい。うん、胸行き、確かに。川又が被るの奇跡、確かに私近くに川又なんて名字の人いなかった。私がでも人生で一番出会っためっちゃ珍しい名字の人がいて、でもなんかその人がどれだけ珍しすぎて、あのなんかその人がなんか見バレしたらいけないから言えないんだけど、もう3文字で
なんかめっちゃ珍しい名字の人がいたんですよ。調べてみよう後で、名字ランキングみたいな。マジで珍しい、本当にめっちゃ教えたい、聞いたことありますみたいな。でも人の名字だから言っていいのか分かんないめっちゃ珍しい名字の人がいたんですよ、同級生に。本当に珍しい。みたらい、みたらいさんとかもいらっしゃいますよね。みたらいはでも広島では地名でもあるからあんまり珍しい、珍しいけどなんか読めないってことはないか。初見で読める名字、読めるのかな、読めるだろうけど、えってなる。なんか縄文時代みたいな名字難しいけど、なんか縄文土器っぽい名字なんですよ、その同級生が。うわめっちゃ痛い、言えないけど。そうそうそう、確かに久米島、違う、久留島じゃんこれ。久米島もあるよね多分、久留島もあるけど、まあそんな感じで、ちょっと名字あるあるはまあ後で調べときます。ちょっと充電がやばいのでちょっと早いけど終わろうかな、ごめんね。お、テリーピーさん、ご購入ありがとうございます。それではちょっとやばい、あと 2% よ、やばいやばい、ちょっと急ぎになっちゃってすいません。壇上読みます。13位コブちゃんセブンさん、12位森健銀河さん、11位タオさん、10位イノさん、9位かきひろさん、8位バンボシさん、7位しおさん、6位トットさん、5位テリーピーさん、4位ホックさん、3位かぼちゃさん、2位かずのいさん、1位ジェリーさんでした。ありがとうございました。写真集もぜひぜひゲットしてください。ではありがとうございました。やばい切れるかも、ありがとう。ちょっと急な終わりで、スピード急に終わってごめんね。ありがとうございました。